はい、こんにちは。車買い取り専門店 J バーカー支店でございます。今日はね、ワゴン R スティングレーです。確かスティングレーの X ですかね。で、来年じゃねえや、7年の1月までね、車検がございます。で、距離は10万2000キロですね。で、パールホワイトなんですけども、右側か、この辺にね、へこみと自家塗装があるんですよ。まあそんなにね、気にしなければ気にしないっていう感じなんですけどもね。まああと、多分パワーサーでも電気式か、なんかベルトが鳴ってるんですよね。まあそのベルトもね、直さなくちゃいけないっていうのもあるんですけども、まあそれに見合うね、金額で、販売の方させていただきたいと思います。そしたらね、車の方細かく見ていきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。じゃあね、真正面から見ました。で、今ライトね、ディスチャージつけてばっかなんで、ちょっと青いっぽいんですけども、まあもうちょっとだったらね、普通に白になってくると思います。で、フォグランプついてます。で、他はね、何もついてないですね。インテリキ、インテリキじゃないのか、ごめんなさい、スズキは何て言うんだろう、わかんない。プッシュスタート、がついてあります。でね、前もね、同じようなこのディス、ディスで、なんだっけ、スティングであったんですけど、まあ、あれはね、もうボロッボロだったんで、あれなんで、こちらはね、別に昨日ちょっと僕も家にこれ乗って帰ってきましたけども、まあ、特にそんなにね、違和感はないと。まあ、さっきの言ってた、その、エンジン始動時ですね、になんか、キュルキュルなるっていうのが、ちょっと、まあ、寒いからだと思うんですけどね、いう感じです。7年の1月まで車検がございます。で、言ってたのがね、ここですね。ちょっとね、わかるかな、この辺ちょっと白いでしょう。この辺とこの辺とこの辺かな、ちょっと自家塗装がね、結構あるんですよ。で、垂れちゃってるんですよね。で、多分ね、これね、これ塗装取ったらね、そう大したことないと思うんだよね。ほら、ここに薄い線傷があるでしょう。多分それだと思うんですよ。で、ここ錆びてるんで、ここちょっと塗装しようと思ったんですけど、うまいこと塗装できなくてっていう感じだと思いますね。これ一回剥がしてね、ここタッチペンだけすれば、まあそんなに問題ないんじゃないかなと思うんですけど、ここちょっと結構深い傷だと思うんですけども、まあどうなんだろうな。でもへこんでるんですよね、多少ね、多少へこんでるのとぐらいかな。でもまあこんな剥がしちゃったらいいと思いますけどね。もしはその、あの薄め液とかああいうのでね、剥がれるんでね、まあ、ちょっとチャレンジしてみるのもいいんじゃないかなと思います。じゃあループちょっと見ていきましょうか。ごめんなさい、もうちょっとね、激安の車なんで、すいません、ちょっとそんなに詳しくはご紹介しませんけども、まあ別にそんな汚くもないしね、まあまあそう、すこぶる綺麗でもないけど、あとはどこだったっけかな、ここだ、これね、バンパーちょっと割れちゃってるね、これね。あと線傷がね、すごいね、これどうしたらこういう傷がつくんだろうかっていうような感じですけども、タイヤまでまだまだ全然ね、まあ、全然でもないな、5ミリはちょっと下回ってるかもしれないけど、いう感じです。こんなもんかな、傷、大きな傷はね、細かい傷はあると思いますけども、ね、こういうちょっと下傷とかね、まあ、下の方とかも多分あると、ここちょっとちぎれちゃってますね。ちょっとわかるかな、ここね、ここ引っ掛けたんでしょうね。あとこれ傷ね、ここにも傷があるね。まあ、そんな感じです。さあ、ちょっと内装の方ね、行ってみたいと思います。はい、では内装の方ね、後ろの方から、運転席助手席のね、見てみます。こんな感じですね。はい、まあ、あの全然掃除してないんですよ。まあもちろんいつも通り掃除してないんですけど、まあそんな汚くはないですね。ちょっとこの辺ね、シミがあったりとかね、してます。で、結構ね、綺麗な熟女の方、B 熟女さんが息子さんが乗ってたみたい、息子だったかな、娘だったかな、なんか乗ってたみたいですけども、綺麗な奥さんというか、うん、まあまあ、あの、そういう方ですけどね、綺麗でしたね。はい。でも、びっくらこんですね。あれでも成人した子供がいるんだとか感じでね、あれで言ったらあかん。はい、びっくりしました。足元もね、そんな汚くないでしょ。まあ僕は今土足でやってるけど、結構綺麗にね、乗ってたと思うんですよ。ちょっと後ろの席ね、先に移しちゃいましょうか。
まあ、こんな感じでね、そんなになんか汚いかなっていうのは特にはないです。大丈夫です。それと運転席ですね、まあ、パワーウィンドウ、それとね、左側のこっち側の中のね、鏡面がね動かないんですよ、あのリモコンで。だからちょっとそこはね、まあ、手で動かしても動かないんだよ、なんか知らないんだけどね。多分ね、もうあの、あとそうだ、こう電角ミラーも壊れてるみたいなんで、もう元々向こうがダメみたいですね。その辺はちょっとご勘弁ください。それと、距離はね、さっき言った通り101,960キロ。ちょっとこれ、後で置き場の方に持ってっちゃうんで、まあまあまあ、置き場さもそんな1キロ、2キロぐらいしか離れ、1キロも離れてないぐらいなんで、そんな乗らないですけども、プッシュスタート、フォグランプ。こんな感じですけど、でこの中にね、多分SD カード入ってないと思うんですよ。多分ちょっとこれが使えるかどうかも全くわからないので、まあ、一応ついてるだけっていう風に思ってくださいかな。はい、で ETC はついてないです。 ETC はご自分でつけてください。でオーディオの方も使えるかどうかは分かりません。ラジオは聞こえてましたけども、CD はちょっと使えないと思って置いておいてください。よいしょ。じゃあね、こちら、はい、こんな感じで。運転席です。まあまあ、そんなにね、切られてるわけでもないし、まあ、ほど綺麗なわけでもないけども。こっち側からね、みたいな感じですね。でね、なんかワゴンアイルとかってここ錆びるんだよね。ワゴンアイルとか、なんか鈴木系のやつ、なんかわからない、ここ錆びるんですよ。ほら、見て。ね。なんでかわからないんですけどね。多分、給油してて、あれが当たってるでしょね、給油のね、やつがね。で、これ、パターンってやれば、向こう側に倒れますんで。はい。という感じです。運転席はね、倒れないと思うんだね、このパターンはね。多分倒れないと思うんだけどな。はい。あ、多少倒れるけど、これでダメだね。やっぱフラットにはならないですね。はい。ここになんかテーブルみたいなのがついてるとね、フラットになるんですけど、これはちょっとならないみたいです。で、あとね、もう一つ、これだ。これが壊れてんですよ。これね、ほら。これね、ちょっとね、今、やめなんだけど、これもう、わかります？壊れちゃってて、一応引っかかることは引っかかるんで、開かないことは開かないんですけども、ちょっともうそこが、こういう感じでね、ちょっとうまいことやらないと引っかからないんで気をつけてください。まあ、そんな感じかな。まあ、椅子は取るね。じゃあね、エンジンルームの方行ってみたいと思います。エンジンルームです。以上になります。まあ、特にね、このオイル、まあ、ついてオイルは入れた時に多分こぼしたんだと思うんですけども、まあ、そこにはね、なんかどうのこうのっていうのはないです。大丈夫だと思います。まあ、事故もね、特にないと思いますんで、はい、という感じです。で、一応ディスチャージね、高電圧って書いてありますので、ディスチャージになります。そんな感じです。じゃあね、車買い取り専門店 JBR 貸し店でした。兵庫県神戸市西区、多摩町新宝、214番地の1になります。電話番号0789393070です。ね、この動画少しでも良かったらですね、いいねボタンの方お願いいたします。またね、チャンネル登録の方ねしていただけたらと思いますので、よろしくお願いします。まあ、あと広告ね、少しでも見ていただけたらありがたいと思っております。よろしくお願いします。またこちらね、低価格のね、お車になりますんで、また、動画見てもらってね、見に来ていただけると思います。ちょっとお店にはないと思いますんで、しばらく、置き場の方に置いておく可能性が高いので、来ていただいてね、ちょっと移動してもらうようになりますので、よろしくお願いします。じゃあ、ご視聴の方ありがとうございました。失礼いたします。